はいどうも、こんにちは、白もです。ラジオっぽい何か第13回やっていこうと思います。まずどうでしたか、オープニング。ちょっと、えっ、ー、と、自分の使ってる編集ソフトで、まあ、どこまでのことができるかなって思って、遊び半分、遊び心100%で作りました。はい。遊び半分じゃないです。遊び心100%で作りました。多分次の回からはないです。はい。<laughs> で、先にちょっとお知らせなんですが、私ね、えー、っと、少し、えー、っと、このラジオっぽい何か第13回、正しくは10月の24日をもちまして、一回ちょっと YouTube から離れようかなと思ってます。っていうのを、まあ、卒業論文を書かなきゃいけないんですよ。私は皆さんみたいにエリートではないので、頭は良くないので、人一,一倍頑張らなくてはいけないので、 少しちょっと完成するまで待っていただければなと思っております。で、えっ、ー、とね、まあ、とある人にね、とある方に、まあ、人狼ゲームをとある村に入ったら、君は罰ゲームをと言われてて、その罰ゲームについては了承してるんですが、それ以外、例えばそうですね、 僕が他の人の配信者とかのコメント欄にいた場合は、もうぜひね、ぜひもうツイあの、その人のコメント欄で言うと、あのその人があのコメントに迷惑がかかるんで、ぜひね、僕に Twitter のリプで、お前オールやんけと、どうしとんねんと、何やっとんねんと言ってくださって全然いいので、言っていただければいいんじゃないかなって思います。はい で、まあ、もしね、で、その時の罰ゲームを皆さんが考えればいいんじゃないかなって思ってます。はい。僕はね、人が、人に呼ばれたら、行ってしまうたちなんで。<laughs> そこはもういか、いかない。まあ、それで、お前、コメントせずに言ってるだけやろって言われたら、おっしゃる通りなんですが。はい。まあ、そして、まあ、そういうわけです。そこだけ、把握お願いします。で、 今日お話しする内容はですね、給食についてです。給食について。まあ皆さんがどうかは知りませんが、地域によって給食って、まあ小学校だけの時もあれば、小学校、中学校両方給食やったよという人もいれば、はたまた小中高全部給食でしたよという方も多分いると思うんです。で、ね、その中でね、 まあ少し先ほどまでお話してたんですが、ミルメイクってあるじゃないですか。ミルメイク。あれって皆さんどういう形でしたまあ、まずこの形って聞いてる、言ってる時点でもしかしたら少し30代前後の方は何を言ってんのと思う人が多いんじゃないんでしょうかね。っていうのも僕の世代は 細い入入れ物に入っててでうこの上の部分この何ていうのこの上の部分に丸いポチみたいなのがあってそれをキュッて外したらこう液体が出るようになってるんですよね <laughs> 分かってくれる人おるかな <laughs> ただ多分形で分からなかった方々については粉勢でしょ <laughs> でこのアゼイはね、多分さっきちょっとあの別の配信祭で雑談してたんですが、その時に見てたら、あの、溶け、どう頑張っても溶けへんのがいいとかね。最初3分の2ぐらい入れて、後から濃くするとかね。いろいろそういう意見があったんですが、ごめんなさい、こんなのことは全くわかんないんで、いや、見るメイクもここまで進化したな、とは思いながらも。僕たちはね、この、 丸い部分をキュッて取ってチェーって注入して多分そう紙パックとあそっかで、ね、も皆さんも紙パックかまずそこから違うと思いますよ牛乳の紙パックの形三角形か瓶か四角形か正方形正方形じゃないな牛乳パックの下がえっ、ー、と立方体っていうのがいいかなどれでしたか 僕はねその牛乳パックの上部分に下に立方体がついたみたいな形なんですよね。でひえー、地域によっては三角形もしくは瓶の人がいいえ瓶やったっていう人も多いんじゃないでしょうかね。僕はねなかなかなやろ。 そやなあまあうんってくらいかなうんそやなでそうえっ、ー、とそのミルメイクの,その僕たちはチューブやったんでギューって中に入れてその 混ぜて飲んで最後この下に溜まった少しの分を飲むのが美味しかったんですよねああ甘ーい皆さんもそういう経験あったりしますか、まあ、他に給食で言ったらね、まあ、僕はね揚げパンって食べたことないんですよ皆さんはありますかやっぱ地域によってとか年代的に揚げパンは鉄板やろという方はいるんじゃないんでしょうかね僕ないんすよ揚げパン そこら辺に走ってたローテンション、なんかお祭りの時のローテンションとか、そういうところでは、そういうところで食べ買って食べたのが初めてですね。でうん、な、それぐらいかな。いやか揚げパン美味しいっすね、あれ。揚げたてで砂糖がまぶしてある。あもう僕は最高に好きですよ、あれ。なんで教、教室、えー、給食出やんかったのやろう、うちの学校。 あとは他、冷凍みかんとか覚えてますくっそ懐かしいんですよね。いやー、冷凍みかんもマジであれ美味しかったなあ。冷凍みかんを知らない人のために言うとね、まあ多分これ知ってる方は多いと思いますが、冷凍みかんっていうのは、みかんを冷凍させるだけです。はい。これが美味しいのよ。めちゃくちゃ美味しいんですよ、冷凍みかん。びっくりしますよ。 あねまあ、もし冷凍みかん食べたことがないという方がいるのであればこれから寒くなる季節なんでみかんを冷凍庫に入れといてくださいでそれで普通に皮をむいてみかんを食べるそしたらもう冷凍みかんの完成です美味しいっすよあとはやっぱりもうこれはもう全世代に尽けることなんですがフルーツポンチまあというか出るか出ないか それは学校により、地域とかによりますが、フルーツポンチが出た時のナタデココの異常な人気さね。いやー、いいよな。ナタデココって美味しいよな、なんでか。なんでかよくわからんが、謎に美味しい。あとはそうですね。皆さんのクラスに一人はいたか今、おらんかったかわかりませんが、 小学校のパンと焼きそば、えっ、ー、と、なんか、なんて汁物系のところなんていうのかな大食感とかそういうのって言うのかないや、まあ、学校によってわかりませんが、その、大きな、メインみたいな、カレーライスとか入って、カレーとか入っているところに、焼きそばで、で、主食がパンの時に、主菜って言い方が正しいか。主菜が焼きそばで、 えと主食がパンやった時に絶対に言いませんでしたパンの真ん中をこう切って焼きそばを突っ込んで「焼きそばパンの完成!」とか言ってる人ねいませんでした他にもそうですねまあめちゃくちゃ美味しいデザートの日に限って誰か一人が休んでしまったさあまたた人ぞ誰が取るのか先生とじゃんけん VS でやるとかね ありませんでしたそういうの。僕はね、そういう先生とバトルす、あの、じゃんけんとかでバトルするときはね、大体いつも、ああ、みんな手上げでって言われるんですよ。あの、不正の内容ね。僕はね、ちょっとみんな下にしてるんですよ。で、前前の子は身長高い子とかやったらもうちょ、もうちょっと低め下げて。 先生がグー出したおばばばばばばばみたいな。つ <laughs> るがしこくじゃんけんしちゃましたね。後出しじゃんけんで買ってました。いや、それでも食べるデザート美味しかったですね。あれは美味しかった。めちゃくちゃ美味しかったっす。まあ、こういうミルメイク一つ、ミルメイクっていうか、給食一つに関しても、 いろいろジェネレーションギャップというか、ジェネレーションギャップなんかな。まあ世代ごとによっていろいろ内容が変わってくるんやなっていうのを思いました。以上です。ご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、しばしの間、さようなら。